どうも、わたつです。いや、つくも電機さん、いいわ。ミニさん、こんにちは。はい、こんにちは。騙されてたわ。50万もかかんねえじゃん。50万もかかんないって。なんか全然話が違くてびっくりしたんだけど。騙されてたよ。ミニさんって。要はなんか詳しくメモリはこういうのですよ、 CPU こういうのですよとかいろいろ教えてもらったら超オーバースペックだった。リスナーさんの言った通りだった。だからつくも電気だろうがドスパラだろうがつくもの方がいいわ。つくもの方が店員さん親身になってくれたし正直に話してくれる。ああこれはつくもの方が好きだわ。で、なんか結構ドスパラに嘘つかれてたわ。そのこのケースは絶版だからもう売ってませんとかも、いやこれまだ売ってますよって、あのただ拡張性はないからおすすめはしないですけど、このケースで作りたいんだったらあの取り扱いありますよとか言ってくれたり、値段は正直言うと変わらない。値段が変わらない。要はその同じスペックで組んだらうちも同じ価格になりますと。だから値段は正直言って変わりませんって言われた。値段は正直言って変わらないと。だからでも逆にお客様が予算を決めてくれたらどこをどうするっていうその削る提案はできますよって言われた。だから結局ハイスペックになったら別に50万のパソコン これで組んだらうちでも50万かかりますけど、はっきり言ってこんなにいらないですっていうとは言われた。だからそれをリスナーさん相談しようと思って、なんでこんなことになるんだって。いくらまで下がるっていうよりもなんかパソコンの説明をずっとしてくれた感じだね。まあ、今使ってる環境とかだったら、まあ、ぶっちゃけ話どんな、まあ、20万とか30万の、あの PC でも絶対に速くなることは事実ですと。速くなるけどそのどこまで速くしたいのかとかどこの部分を速くしたいのかっていうのは相談ですって言われた。パソコン詳しい一人スナーさんでいるといいね。今日カメラ直ってよ、シトルリン、ありがとう。あの秋葉原、あのやっぱりセンサーだった問題、カメラ完璧に直った。でパソコン、そうだから例えば SSD も3つ入れてるのはなんでなのかとかも全部教えてくれて、そこ1個ハードディスクでもいいですし、全部1テラの SSD3 つ組まれてたんだけど、1個のWindows 10を動かすところを例えば500で十分ですと、ダヴィンチリゾルブと、まあ、あの500ギガの、やつで1個落とすと、ランクを。で、もう一つの SSD もこっちをグレードアップすると、そうするとダヴィンチリゾルブの読み込みのスピードが半端じゃなく速くなるのがあるから、それ 1.5 倍に変えましょうと、値段。でも1テラもいらないから500ギガとか250ギガで収めると。で今度その1テラの SSD の最後の3つ目のやつ、要は保存するやつをハードディスクに変えて3テラとか入れたら6000円で済みますよみたいな。だからこの3つの用途の使い分け、全部 SSD で1テラだったらそれは全部早いけどそんな必要ありますみたいな。結構30分ぐらい親身になって全部教えてくれた。だ CPU がいくら速くてもあのダヴィンチリゾルブはグラフィックカードに依存するのだから i7 でグラフィックカード上げた方がいいんじゃないですかとか。だからあのどこをどう使うのかっていうのがよく分かった。カイロさん、こんにちは。よかったね。そうだから別にそのなんていうのかな、今でその50万用意して50万のパソコンで組むのも別にいいですよって。ただあのなんだろう、お客様が求めてるのがどこなのかっていうのが全然反映されてないんじゃないですかとは言われてたの。いやもうなんか超ハイスペックパソコン、なんで20万予算で50万の価格が出てくるのかわからないって言われたね。エリーさん、店員やな。
いやすごいいい店員さんだった。あそこで買いたいね俺は。で値段は変わらないって言われた。結局パーツの値段だから値段は変わらないって。何食べようかな。お腹すいた。でもね俺びっくりしたんだけど、秋葉原キーボードからマウスから分かる部分あるじゃん、モニターとか。それがすっごい安い。あのハードディスクとかも、もちろんもちろん。それ伝えないとダメだもん。それは伝えてる伝えてる。すごい安い。それにびっくりしてる俺は。セフィーいらっしゃい。とにかく安いの。あ、秋葉原で買い物した方が絶対いいと思う。いや、あの俺は正直な感想を言うと、つくも電機の方が信頼できるって感じ。俺個人的な感覚ではつくもの店員さんの方がなんかしっくりきてるかな俺はね。でパソコン組むのにやっぱ2万ぐらいかかるって言われたよ。無料じゃないって。腹減ったな。キャンペーンさん50万なくてもパソコン欲しい。パソコンは買えるの。コンクさん、昨日のドスパラ店員のモノマネクソは歌わん。結論から言うと50万なくても買える。でそれを今日今から相談しようと思ってた。要はいくらのパソコンで、今回その映画を作るのかっていう相談をしようと思った。で予算を決めてお金を作って持っていけば2ヶ月後には納品だって。若さん、ワドツ。おい若ワドツ。結論50万 の、 あのパソコンはいらないという結論になったんです。コストを抑えられる。ただあえて50万のパソコンで作るっていう手もあるよね。キノッピーさん、納品が早いね。納品は1ヶ月半だって。今忙しいんだって。だ今日申し込んだとしても10月の10日になるって言われた。若さん、旦那がソフトの開発で使ってるパソコンは15万。ソフト開発はそんなにかからないと思うよ。あの用途が全然違うから。あのソフト開発は別に、極端な話言ったらさ、だってコードが書ければいいわけだ。ソフト開発の場合だと。組むの自分でやってもいいかもしれないね。ただ PC のスペック俺の場合はいるよ。俺の場合はむしろめちゃめちゃいる。プログラム開発にはいらないって話だよ。駒田さん、見積もり数社に送るのは常識だぞ。ただ見積もり自体はあのなんていうの、別に値段は変わらないって言われた。動画編集はクッソ負荷かかる。そうそうそう。で今日だんだん知識がついてきたよ。チトルリン、チトルシネさん、3D レンダリングするかしないかでグラボの選び方が変わりますね。 3D レンダリング必要か。俺がやるかな。今んところやる予定ないけど、どう考えても。キノッピさん、これからはどこ行くの。いや、フリーになったよ。カメラ直って暇になったよ。どうしようかなって。ご飯食べようかな。強引京子さん、店で格差出るのは常識でしょ。だから店で格差出なかったっつってんじゃん。人の話聞きなさいよ。ビリーさん、メモリの役割とか教えてもらった。メモリからラムからグラフィックボードから CPU から、あの全部教えてもらった。であとケースの拡張性とかも全部教えてもらった。くまモンさん、こんちゃから。こんちゃくもさん、秋葉原を満喫したらせっかく来たんだし。まあでもね、なんか
な、何がある？秋葉原満喫といってもカメラ直って、うわ船だ、いいね、船だ船だ、かっこいい。コックさん、メイド喫茶、秋葉原のメイドのりこに殺されるよ。コックさん、おう駒田さん、要は前の乗車が2階の流れようとしたって、駒田さんの正解、そういうこと、若さん、秋葉原、そういうこと、もう要は駒田さんの言うことを一言で終わり、要は高いもの買わせようとしたってだけ、そういうこと、ただそれだけ。苦笑いしてたつくも電気さんが。ただ別にキノッピさん、外配信はちょっと厳しい部分もあるからな。どうしよっかな。コックさん、明らかにあの見積もりはおかしかったもん。 W とドスパラおかしかったね。ただ別に同じパーツで同じように組んだらこの値段になりますけど、どうなのっていう。チトルリン、チトルシネさん、 PC 知識ないと思ってボッてきたのか、やだね。いや、 PC の知識持ってないんじゃなくて、多分スーパースターだと思ったんだと思う、店員さんが。だからドスパラの店員は悪くない。あ、超大金持ちのスーパースターが来店したっていう判断をしたんだ。ベルベルさん、つくもの見積もりはいくらだったの？いや、要はつくもの見積もりは、ぶっちゃけた話、値段を決めてきてくださいって言ってくれた。やりたいこととケースと値段を決めてきてくれたら、こういうデメリットがある、こういうメリットがあるっていうパーツごとの提案をしてくれるって。どうのこと？そう、要はどういうことかっていうと、予算を決めてくれたら、これだと書き出しが早いですよ、これだと、拡張、要は他のソフトを使った時にも安心ですよ、このパーツだとっていう、そういう提案を何個かしてあげるって言われた、だからそのはっきり言って今回の48万っていうのは全部をフルスペックにしてるような状態だっていう判断をされた。若さん、予算と何がしたいか。だから具体的には予算は出してないの。でもうぶっちゃけた話、お客様の今の環境だ、要は俺が使ってるノートパソコンでの編集あるじゃん、あの場合だともうぶっちゃけた話、15万のパソコン買っても早いって感じますよって、もうそのレベルだって言って、もう作業できるレベルじゃないっていう、 Core i5 メモリじゃない、 RAM 8 ギガ、もうこれは動かないですって言われた。だからその無理があると。だからぶっちゃけた話、15万のパソコン買ったとしても早いって感じますけど、どこをどこまで早くするのかっていう感じだったって。すごい良心的だったつくも、だからまあそこはリスナーさんと相談じゃん、結局リスナーさんの金で生活してるわけだから、まあ、だから鮫島さんの言ってたことは本当だったんだよ、ね、だから48万もいらねえよっつで、i7 でもいけますよって、ただ i7 に落としてグラフィックボード上げた方が多分ヌルヌル動くと思いますけどねっていう。で僕がおすすめするのはシステムを動かす方の SSD をちょっとバージョン 1.5 倍ぐらい高くなりますけど、そこ上げた方が読み込み早くなるからおすすめって言われた。それだったら1万かかってたのが1万5000円ぐらいになるだけで、5000円でね、時間短縮できるから、そういう提案はさせてくださいって言われた。つくも18周年って書いてあった、だからドスパラよりつくもの方が。ただ問題があるのが、俺がそのかっこいいケースを選んでて拡張性がない、だからなんていうのかな、これからパーツを追加することは不可能っていうことと、 CD 読み込むドライブがつかないっていうことと、あとその特殊なガラスの組み方をしてるからかっこいいんですけど郵送することができないと、だから取りに来てくださいって言われた、そうそう、 i7 でグラボそこそこいいのにするのと、 SSD の一発をちょっと良くして、逆にその分ハードディスクを3テラとかにして、そこにデータをぶち込んでいくのがいいんじゃないっていう、つくもいいと思う、おすすめ、あ、そうなんだ、カレオさん。運ぶのは、だから、山手線半周パソコン抱え配信じゃないの。巨大なパソコンを背負って、新宿まで帰る配信じゃないの。つくもの方が信用できるね。値段は変わらないって言われた。
マジで車出してくれんの？あ、助かるわ、うん、それはありがたいね。倒産したんだ一回。へえ。あ、なるほど。へえ、そうなんだ、すごいね。で、俺がびっくりしたのは、秋葉原歩いてて、なんかこれ言ったらあれなんだけど、カオスが3万円出して買ったキーボードが1万円で売ってたね。俺も欲しかったやつなんだけど、3万か2万だか出して買ったキーボードが1万で売ってたからびっくりした。あとキーボード自体もなんか2000円とか3000円でピカピカ光るやつとか売ってたり、あのアマゾンとかでさ、アームモニターのアームあるじゃん、グイーンって動かす、あれがなんか1万円とか8000円とかが相場なんだけど、秋葉原歩いたら3000円とかでゴロゴロしてんの、うん、それがねすげえなんかびっくりした。やっぱ秋葉っていいなっていう。パーツがとにかく安い。ハードディスクもヨドバシで買ってたのが1万2000円で1テラだったのが、なんか3テラで1万4000円とかで売ってて、マジかとか思って、ちょっと社会勉強になった感じだね。秋葉原、秋葉原こんな感じだよ。向こうが秋葉原、今その神田川、すごいよね、この川が俺の家の前の川とつながってるんだもんね。万世橋ってところだね。いや全然違う、うん、ビッグアップルで PC 代稼ぐ配信。何ビッグアップルって。万世で肉食べて帰ろう。万世ってどこにあるんだろう。万世橋だよ今。万世なんか、ま、万世のカツサンド食えよって言われたんだよね。あ、ここだ、肉の万世だ、これだ。どこだってさ、目の前にあったわ。ね、ここが何、肉うまいの、カツサンドが有名なの。これか、万世っていうんだ、うまいの、カツサンド。美味しいの、い、高い高い。パーコーメン、値段見てみようか。肉の万世のカツサンドがうまい。あ、パーコーラーメンってあるね、850円。パーコーラーメン、これだ。肉の万世、配信できないだろうな。でも、あ、っていうかカツサンドテイクアウトで食べる、そうしようか。ここで買ってこうか、ヒレカ、万世カツサンドにしようか。肉は分厚いんだ。じゃあ買ってみるわ、昼飯っていうか朝飯。牛のビル、美味しいんだ。普通のやつでいいのかな、700円の普通のやつでいい。いや、配信者の得なところだよ。普通のカツサンドでいいのかな。なんか1000円のやつと700円のやつがある。何が違うんだろう。700円のやつか1080円のやつかで迷ってる。700円のやつにしようか、スタンダードの。今パソコン代貯めたいから。すいません、700円のカツサンドください。肉が倍なんだ、このいい方。はい、2枚なんだ。へえ、なるほど、ボリュームがあるんですね。たっぷりですね。200円あるな。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ1200円お渡しいたします。
レシート大丈夫です。はい。はい、ありがとうございます。どうも。川沿いで食べるか。川で食べよう。万世のカツサンド買ってみた。みんなおすすめ。騙されてた。まあ平たく言うと騙されてたね。平たく言うと騙されてた、うん、超シンプルに言うと。ただまあ別にあのこのスペックで同じ組み方をしたら変わらないとは言われたけどね。それが騙しなのか何なのか、まあ、商売でやってるわけだから、だからまあオーバースペックだったってことだよね。じゃあ万世橋で食べようか。秋葉原をバックに食べます。これがリスナーさんおすすめの万世のカツサンドです。700円。いただきます。今日の朝ごはんです。中にね、なんかあいい匂い。中にねあのナプキンが入った。万世橋で万世のカツサンド。あ美味しそう。こんな感じですね。こんな感じです。意外と歯ごたえあんだ。こんな感じです。いただきます。四角く小さく区切られてる。うまい。うまい。なんかね、あ冷たいのに美味しい。パンもふわふわだし、なんかね肉がね歯ごたえがすごい。繊維がジャキジャキ。ね、ソースがねこう甘めのソース。うまいこれ。パンもいいやつだよ。上品な味。これ美味しいね。パンが超いいやつだ。700円の価値あるね。あるある。うまい。うん、うまいよ。うん、冷えたらさ、カツサンドまずいイメージがあるじゃん。全然美味しい。あったかくなくてもね、いい肉だから肉の旨味がちゃんと感じる。これうまいね。大体リスナーさんがおすすめするのは外れあんまりない。うまい。これ贅沢だわ。これ肉2倍は相当厚いと思うよ。うん、秋葉原名物なのかな、うん、いいリスナーさんに恵まれてるよ俺は。本当にねいいリスナーさんに恵まれてると思う。バーガーありがとう。あんまり飲まないねお酒は。チビリオンありがとう。いいね。たまにしか飲まない。うまいなこれ。肉がいいとこんな味変わるんだな、とんかつの。中はステーキ屋なのかな。
買ったんだ。なんか嫌なんだけど勝手に占うなよ。なんか勝手に占うのやめてほしいんだけど、すげえへこむんだけど。俺求めてもないのに勝手に占われたんだけど、すげえやだこういうの。ねえ、あ、いいな。結構ボリュームあんな。じゃあおみくじ、ラッキーカラー茶色、今日のラッキーミート肩肉、終わり。うめえ。結構ボリュームあるよ。足りるかなと思ったけど足りる。これはうまいわ。秋葉原で遊ぶ人いいんじゃない。これはいいね。ロケ弁とかでこれ出たら当たりだよね。パズルもついてるから。パズルもついてる。クロスワードパズル。至れり尽くせり。万世のカツサンドです。ごちそうさま。これがね、あの万世橋っていうところから見た風景。俺はこの映像を見ながらあのカツを食べてます。俺の目線これ。ごちそうさまです。神田リバーだね、神田リバー。ちょうど船がね、通っていいね。美味しかった。いいね、なんか東京って感じだよね。いや、川自体はもうなんかやばい。その下の下流にいるの、こんな感じで。向こうが秋葉原、ドブ川だね。なんか向こうがオフィス街とかじゃない。行こうか。八丁堀にいるんだ。そうだね、東京だからごちゃごちゃしてるよね。まあパソコン買うとき秋葉だな。あ、これ左だ、間違えた。浅草橋あたりもいいね。
今日寒い、パーカー。リスナーさんからもらったジャック・ダニエル・パーカー3年目です。あんまりもう生活保護だった頃ずっと T シャツ着てるからさすがにかわいそうって言って女の人が送ってきてくれた。ジャック・ダニエルのパーカー、これしか持ってない冬服。リスナーさんからもらったものだけで生活してるから、よくよく考えたら変な生活だよな。食い物も飯も金も何もかも全部リスナーさんだから、ね。コートないね。いやボロボロだよ結構。もう色もくすんでるし、いや着るものなんか何でもいいんだから。まあいい勉強になったな。いい勉強になった。いい匂いする。東京は高架下がね、なんか最近ね開発が進んでて高架下おしゃれだったりするんだよ。高架下に店構えるとかちょっとかっこいいよな。あ、まあそうだろうね。スパコン並みだろうね。夕飯時かもしれないね。今日の和道クッキングどうしようかな。あら汁結局作ってないから、あら汁だ今日は。もう塩で仕込んであるからもう臭み取れてるはずなんだよね。ポーズしてんの。すげえ、ワッペン屋さん、ボタン屋さんだ、本屋さんだ。フォローありがとう。YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。YouTube にあの僕の映像作品たくさん載ってるんで、ぜひチェックしてください。システムエンジニアとかできない、俺頭悪いもん。だサイン、コサイン、タンジェントが分かんない時点でさ、プログラム組めないでしょ。ダメダメ、頭悪いから。なんかね、頭いいって勘違いしてる人がたまにいるんだけど、頭すこぶる悪いからね、俺。行動力があるだけだから。びっくりするぐらい教養がない。教養まるでないもん。雑学がパンパンに詰まってるだけで。あー、ありがとう、花火ありがとうございます。そうそう、俺超頭悪いよね。長く見てる人はみんな知ってるよ。だから知識が偏ってるから、なんか変なところに詳しかったりするからあれなだけで。ありがとうございます。 FZ さん花火ありがとう。パソコンの目標金額設定変えよう。50万もいらない。やっぱ30万ぐらいで多分あの話聞いてると予算合いそうだけどね。30万ちょい、30万以内か、30万前後だね多分。それでいけるんだよね。
バコ吸おう。タバコもう一本吸っていい？さっきの場所からだいぶ移動したね。向こう側から来たの。向こう側から。そうですよ。あそこでタバコ吸えんの。っていうか帰宅ラッシュじゃないの、もしかして。あ、帰宅ラッシュ始まるから早めに帰ろう。忘れてた。ダメだダメだ、新宿移動しよう。もう満員電車で死ぬから本当に。やばいやばい、忘れてた。帰宅ラッシュ始まるわ。逃げるぞ。もう本当にびっくりするから地方の人は。ユダヤのね、なんか収容所みたいになる電車の中が。あのね、値段が下がったっていうよりも、極端な話、オーバースペックだったっていうことと、30分ぐらいパソコンの説明をしてもらった感じだね。だから、あの、予算を決めて、あの、ケースを決める。まあ、あの、お客様の場合だとケースこだわりあるみたいだから、ケースを選んで、予算を決めて、で、あとはご相談しましょうって。あとはお金持ってこいって。金とケースと、お金。圧迫されてやばいどころじゃないよ、多分ね。あの、初め、満員電車はもうやばいよ、本当に。ぎゅうぎゅうだよ、本当。パンクのライブみたいになるから。あ、まあ、ディスプレイは持ってるから、モニター持ってるから大丈夫だよ。モニターはね、のんちゃんに買ってもらったでっかいやつがあるから問題ない。はい、こんばんは。ね、いいの見つかったっつうかね、なんだろう、勉強になったから。何よりカメラが直った方が一番嬉しい。俺の中で一番嬉しいのはカメラが直った。ケースは重要でしょ。見た目がかっこいいやつがいいじゃん。そこは譲らないから。なんか見た目の雑なやつとか部屋に置きたくないもん。やだやだ。カメラセンサーの汚れだったね。リスナーさん大当たり。ビンゴで、リスナーさんが教えて、シトルビンが教えてくれた、あの、あそこでやった。チャージ。レンズの保管大事だね。意識持ってないよ。だって秋葉に通わないもん。領収書。領収書。おい。え？領収書。え？なんで？領収書が出てこない。すいません、パスモで、2000円分チャージしたんですけど、領収書取り忘れちゃって。はい。はい。お願いします。はい、お名前はどうされますか？お名前は、ひらがなで和道、和道で漢字で監督って書いてください。ワード。あ、ういらないです。ワード。はい。
はい、で監督で提督の督、あ、僕ごめんなさい、僕わかんないですありがとうございます。手応えで直通できたんですけど、パスまで払いたいんですよ、新宿から。はいはい、はい、そうだよ、鮫島さんの1個下だよ。年齢、学年的に言ったらためなんだよね。あの早生まれだから、同い年は同い年なんだけど、あの学校の学年で言うと1個上。俺の同い年はね、YouTuber の柴田、関慎吾、野田造理、石川紀之さん、一個上に香川さんと鮫島さん。デスクトップ 家の、まあ、あのなんかどっかディスプレイするよ、飾る。家に置くよ、見えるところ。配信のセットだから。空いてるな。ゴミ捨て場がないな。ガストボックスがないんだよ。ゴミ箱がないな。10年に1回当たり年が生まれるの。ハンターハンターみたいでしょ。10年に1回大量にね、あの当たり年が。
神保町、お出口は左側です。都営三田線、半蔵門線はお乗り換えです。
じゃないよ、アループ。あのメガネ市場の下のブランド。内勢じゃないでしょ、外勢でしょ。
格安メガネ。多分30ちょいでなんとかなりそうだね。カメラのセンサーの汚れで本当に良かった。ピッカピカになったよ。ピッカピカ。早めに移動して良かったな。混む前だ。たらあれにしなくていいんだっけ？原価償却しなくていいんだっけ？30万以上原価償却必要なんだっけ？色のあれだわ、あれのなんだ、貸借対照表だっけ、あれの書き方そろそろやんないと。リスナーさんで分かる人いるかな。貸借対照表って簡単？書き方教えてくれる？マキルは賢子だよ、昔から。そういうことやめてくれない？甘い。自分もよくそうだったから。カラオケ行ってたもん。でもやってらんないですよね。たま
まにそうやって大人と付き合わないと。あ、本当に？ウェブサービスなんか検索しても出てこないんだけどね。なんかいいのある？自分もちゃんとやってたから、大変だったけど、って思って、いろいろ置いて、お泊まり遊びに行ったりするから。FREE、ありがとう。なんで泊まりがあるのって入力していったら、何出力できるの？
えば昨日の Mac の発表会でなんかいいパソコン出た？なんかあれでしょ、 Mac mini のさ新作がすごいハイスペックが出たんでしょ。どうだった新商品発表会。家帰ったら検索してみてみよう。 iPad と Mac mini。 寝ちゃったんだよね、見ながら。 Mac mini と MacBook Air の新作か。あ、関係ないかな、俺には。 Mac mini じゃね、今回ダメだもんね。あ、じゃあ久々なんだ。 Mac mini ってあれパソコンでしょ。Mac mini でダビンチが動いたらいいんだけどね。そしたら安く済む。マジで？マックプロのスキップ、嘘？マジで言ってんの？マジで言ってんの？はい、わかった。だったら買うパソコンマックミニでよくない？だったらマックミニ買えばいいんじゃない？いや、50万もパソコンしなかったわ。ドスパラもう行かない。ドスパラ最悪。つくも電気がいい。雲の方が良かった。でもね、なんか俺が欲しいケースだと拡張性がないって言われたよ。俺の欲しいケースは拡張性がないって言われた。あ、そばのいい匂いすんな。のんめしが食べたいな、のんめし。いや、つくも良かったよ。神対応だったよ。つくも電気すげえ良かった。ダメだね。PC 騙されてた。つくも電気で目が覚めた。豆スピのオーガニックミントください。あ、3つで。ケースの名前、家に帰ったら調べて言うよ。
ょっと待ってて、なんかあのサイバー系のかっこいいやつ。マウスコンピューターって何？あー、メーカーかな。そんな人が、いや、つくもにいろいろ教えてもらったよ。 CPU が何なのか、グラフィックボードが何なのかとか、すげえ勉強になった。あ、35番っすね、それ3つ。35、5ですね。はい。はい、こちら合計で1926になります。はい、はい、すみません、こちら2001円をお渡しします。こちら75円のお返しになります。つくもいいね、つくも。あ、そうなんだ、マウスコンピューターっていうのは。いや、もうつくもにするよ。つくもの店員さんにすげえお世話になったから、全部教えてくれた。なんかちょろっと見積もり出してもらおうと思ったら30分ぐらい、結局見積もり出さなかったんだけど、 CPU、GPU、SSD、とかもう全部、そのもうほぼ頭に入った。何が必要なのか、そのどういう役割かなのかも教えてくれたから助かったよ、本当に。だから多分ある程度話についていけるようになったと思う、リスナーさんの。まあやりすぎって感じだよな、50万のパソコンは。やっと昨日みんなが笑ってた意味が分かったかな。 PC ケース自体を自作する人もいるんだ。まあ俺 DIY 好きだからいけるんじゃないの。別にあんなもん四角い箱がありゃいいわけでしょ。木で作りゃいい。要は、ね、放熱さえできればいいってことでしょ。放熱とその、まあだから今回はなんか好きなケースで作ろうかなとは思ってるけど、まあ明らかなオーバースペックだわな、あれは。うわっ、マジか。実際奥が深いね。あと大事なのはバランスだっていうことに気がついた。俺はなんか CPU が良ければいいんだろうって思ってたけど全然違うんだね。うん、その AMD っていうやつが高いんじゃないの。ただね、あれだってその i7 でも多分いけますよって言われた。グラフィックボードに負荷がかかるタイプだからって、ソフト的に。だから AMD じゃなくて i7 に落として、グラフィックボードは、まあだったらそっちにグラフィックボードにお金かけた方がいいですよとは言われたけどね。一番俺がねいいなと思ったのは、その読み込み速度を SSD にした方がいいのと、そのデータを保存するのは HD でいいっていうのが一番納得できた。うん、バランスだね。なんか読み込みに時間かかるのが、そのなんだろう、読み込み用の SSD、 要は作業をするところのやつを SSD と SSD、 まあ500ギガで、システム動かす方を500ギガで、あとは3テラとかハードディスク積んで6000円とかでいいんじゃないですかって。いや、だから SSD を統一したら50万になるんだよ。うん、今のノートパソコン G ギアで i7 搭載で MPC 1万5000円で買えた。
まあ、あの予算を削るならって意味ね、うん、そう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 、予算を削るんならそこっていう提案ね。でその分作業効率を上げるためにっていうことよ。つくものでかいビル行ったね。つくもの EX 館かどうか分かんないけど、あの大通り沿いのでかいところ行った。バカありがとう、くもも、アイテムありがとうそれが何館なのか分かんないね。そうそう、コストパフォーマンスの話ね。俺もできない。そりゃさ、買えるんだったら50万のパソコン買いたいよ。でも現実的じゃないじゃん、やっぱり。そりゃさ、花火師さんがいきなり現れてさ、50万これで買えよ、明日買ってこいって言うんだったら話違うけど、そんな何ヶ月かかるね、50万貯める前何ヶ月何年かかんだよ、感謝から。裏道本店、あ、じゃあそっちの方じゃないわ、昨日見たのが裏道の方だったから、じゃあ EX 館だね、俺が行ったのは。うん、多分ね30万ぐらいだと思う。多分30万ぐらいだと思う。てか30万以内に収めたいかな。じゃあ、はい、ワード2、ただいま、ペコペコ、ペコ家帰った？シャカもペコも外出てたの？何ずっと外いたの、ペコ。今日ずっと外で遊んでたみたい。はい、部屋戻るよ。ご飯食べなさい。ご飯食べるよ、ペコ。ずっと外いたの？野生化しちゃうからダメだよ。ペコ戻るよ家。ペコ。ペコおいで。ペコ。言うこと聞かねえな。坂おいで。坂。家戻るよ。はい、言うこと聞かなくなっちゃった。うん、おいでおいで、はいおいで、はいはいおいで、いいか、はいはい、シャーシーか、シャーちゃん、シャーちゃんいいか、シャーちゃんダメダメダメ、言うこと聞かなくなっちゃった。外楽しかったでしょ。ダメだって。うん、シャーちゃんおいで、シャーちゃん、シャカ、はいはい、ペコ、今度ペコだよ。ご飯もお水もないよ、そこ。おいで。ペコ。ペコ。そこお家じゃないでしょ。ペコ。ペコ、ご飯ないってそこ。シャちゃん。シャカ。シャカ。ダメダメダメ。出たらダメ。おいで、ペコ。ペコ。ペコ。ペコ、お家帰ろ。ペコ、ペコ、お家帰るよ。ペコ、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 おいでって。そこダメだって。ペコ、あーダメだ、野生化してるな。言うこと聞かねえや。はいはい、楽しかったでしょ。なーに、ペコ。はいはいはい、よしよしよし、行こう。ペコ、言うこと聞かないと怒られるよ。ペコ、ペコ、おいで。ペコダメだって。ペコ、あ、言うこと聞かなくなっちゃった。ペコ、あれダメだ。あれ、ペコ、ペコどこ行った。ペコ、ペコ、あれ、ペコは、ペコどこ行った。ペコ、ペコ、
あれペコいた。ペコ言うこと聞いて。ペコペコ帰るよ。ペコご飯食べれないって。ここじゃずっと外出てたんでしょ。ペコペコ言うこと聞いて。ペコペコ坂坂ほら坂呼んでるよ。ペコ帰りな。坂坂帰りなって。坂さっさもうペコペコもう言うこと聞いてって。知らないよ。ペコ言うこと聞いてって。ペコもうポンちゃんの言うことしか聞かねえんだから。ペコはいおいで。ペコあもう知らん。もう死ね。知らん。よいしょ。はいただいま。もう知らん。ペコされた。ねケース、俺が欲しいケースがね、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。俺が欲しいケース、あれあまたバグったな。うわあ。ていうかさ、これさ、ソフトがバグるんだよね、ふわっちの。これどうすればいいんだろう。コメントが消えるんだよ。どう、ああ一回パソコン配信に切り替えてもいいっすか。なんかね、最近携帯がバグるんだよね。パソコン配信に切り替えてもいい？困ったな。パソコン配信にします。お疲れ様です。